お疲れ様スロットです。今日ですね、こちらの新鋭隊物量デッキやっていきます。ということで、またすごいデッキなんですけども、まあ、呪文はぽいだけ、施設はなしの、まあ、ほんと攻めますかね。なんかまあ、ウォールブレイカーで攻めて、スケバレで攻めて、ハシマリヤングでプレッシャー与えて、まあ、あとはこう、小物が多いので、新鋭隊セパー、ギャングセパー、ウォールブレイカーセパーみたいな、まあちょっと一旦やっていこうかな。説明すんのはね、ちょっと難しい複雑なデッキなんでね、まあ、あんま考えずに攻めるのがいいやろ。はい。ということで、なんか世界10位ぐらいの人がこんなデッキを使ってたんで、やっていこうと思います。これで世界10位か。あー、なるほど。珍しい。ゴルナイ、まずはね、エレジャイ、エレジャイの可能性ちょっと見えますね、だいぶ。ああ、いいムートですね、これは本当に。いや、ただのドリルもある。うっ、ああ、それはほ。うん。いや、んなんだ、なんでマザネピンだ。ただのドリルパターンもある。これ、キングケドをしようとしたらムートに行かないかな。はい。はいはい。ゴールブレイカーでいきます。これ一発、金髪は、おーい、強いって。多分、高回転ドリルみたいなデッキかな。こういうのでね、ちょっと行きたくなっちゃう、俺は。で、ギャングセパ行っちゃいます。はい。もうね、このデッキはね、めちゃめちゃ攻めちゃっていいと思う。序盤に。序盤がね、相手コストなくて苦しい。いや、苦しいんじゃないこれ。いや、意外とそんな垂れないよな。取りのもない。なんだそう、まさにく。いや、オッケーオッケー。全然いい、全然いい、全然いい。いいか、これ。やべ、まさにくの木がね、この木は高かったかな。やめてー。やめてー。いや、そうですよね。うっ、タゲが。タゲが悪い。タゲが悪い。いや、もう、こういうのもね、本当に、ケチなんで。大事に。もったいないんで。よしよし。いや、これ前に、事故るぞ。いや、ゴブリンはみ出てる。さあ。よしよしよし。いや、もうね、攻め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 よ。攻めとけえねん。いやー、でもなんか、ゴルナイドリーム嫌だね。あー、そのマジで嫌だね。まあでも一旦ね、ちょ、一旦守ろうか。怖え。もうマジやっちゃー。もうマザニクも嫌ですね。でこれ今日はポイズンなんですけど、なんか前矢の雨の方があったんですよね。多分今はね、ゴブ小屋とかの環境だからなのかな。ポイ型で使ってましたね、このビッキの人が。多分ね、ウッドがないんで今回の相手。そこはね、お主の弱点。ああ、マジで天才。潜れ、潜れ。いや、でかい。オルブレが入る。いや、マジアチョ。あとちょっと。あとちょっと、これ、どっちを止めた方がいいんだろう。いや、めちゃめちゃ冷静に守っていくよ、私。私めちゃめちゃ守りたい。478削りたい。天才ミッケ。マジアチ来たら潜ります。逃げ逃げ逃げ。で新鋭隊で蓋ね。この安心安全の、うっ、いやマジで苦しい苦しい。せめてごまかす。あと470、遠い。遠すぎる。遠すぎるけど。全然ある。いや、ここで冷静に棒ポイして。
あとちょっと。ポイズン圏内です。金箔。これマジアイチャだけなんだ、負け筋。やばい。やめろ。おい。あぶねえ。あぶねえ。中でキーっすね。まだやっぱ2枚タイム3枚タイム入ると、相手のコストがちょっと余裕出てきて、なんか守られちゃうのがね、厄介な感じがするんで、なんか序盤に鬼仕掛けて、もう2本、ほぼミリみたいな。削り切るのが、多分ね、ちょっと強いんだと思うんですよね。まあ、マジアチャマザレク、きつかった相手になんで、まあ悪くないんじゃないでしょうか。なんかもっと親衛隊ヤングとか、親衛隊ウォールブレイカーとかで、なんか組むだけで、楽な時もよくあると思います。さあこれですら行きたい。さすがに一回やってみようぜでウォールブレイカーまで行っちゃう。であと今これでだって勝てたらね、幸せなことないよ。一発、あーお上手、あなたクララがうまいね。さあこれはマスケラかバルーンか。樽があったんで、バルーン臭いっすね。バルーンだと、バルーンだと、このトルネサイター、攻め毒。このゴブリンもね、地味に嫌ですからね、相手は。これ今、陸域いないっすね。お？攻めます。え、待って、なんかいなくなった。なんか、え？レイジだ。レイジでやりゴブ飛ぶんですわ、そういえば。やばすぎ。全然なんか、意識外だったな、今の。うわぁ、持ってねぇ。これで2発入んのやばいな。マイケル潜ればよかったじゃん。予定外すぎて、このダメージはやばい。ティアいて、こんで帰るんだな。さあ、取るねぇ。取るねぇ使った。あと、単体ゴブリンとか、単体ギャングも、ぼちぼちな火力出るんで、これでダメージ狙っていく。これ相手めっちゃきついぞ、コスト。めっちゃ攻める、めっちゃ攻める。で俺は潜らない。マイキー使い、あーお上手。なんで今日の相手みんなお上手。いやでも、ここはボーラーもいないサイクルなんで、生き毒。延命したい。この延命が、世界を変える。なんで？やばい。やばい。やばい、残ったら最後ランバルフリーズで終わっちゃう。ポキポキポキされちゃう。苦しいんじゃね。いやいや、折れる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 。いやでもこういうデッキね、もう無理できない。だから相手に本当ウッドとかね、もっとなければね、楽に勝てるっすね。まだもめちゃ攻めます。はい、いやウッドやん。プロフィールウッドやん。トモキさんはね、ホグですね。ホグ使い。まあ、これはスケバレの落下で、整形立てさせてください。クエイクホグですかね、迫撃の。まあまあ、一発。2発入っちゃうんだ。はい。さあ、ホグ、迫撃ホグクエイクかな。まあ、ディガポエとかもあるんですけど、多分ホグ。さあ、ここは虫。いいダメージ。これ、どうだろうな。
血親衛隊は防白防衛マスケ何でも守られちゃうんで、あんま良くなかったかもしんないんですけど、まあ一旦ね、おスケバレの落下を届ける、これだけで。今ルート強制してるんで、あの位置の迫撃だと釣れないですね。で撃っとかな、まあ、こういうのミスってくれたらね、美味しい。はい、決まります。素晴らしい。さすがに。さあ、オールブレイクで攻める。スケバレをここを延命してくるとうまいっすよ。一発で止まるイメージある。いや、なんで2発入るの。今度ちょっといっちゃう。ウッドサイトもんね。いや、ちょっとダメージでかいよこれで。右これ許容できる。あー、それめっちゃ強いな。え、いやもう左がまさかの。いや、俺もびっくりだ。相手もびっくりしてるだろうけど、ウッド使ったんで。でこれでまた始まり深淵隊っすね。いけるかな。いや、俺は気づいた、これポイズン2周っす。ここに来てめっちゃ冷静なやつがいる。おい、さあ、なんとか入ったわ。いや、でかいね。やっぱこの攻めカードが豊富っていうか、ゴブリンとかギャングでさ、やっぱ無視できないんでね。相手のね、呪文がね、やっぱ足んなくなるっすね。ゴブリン、ギャング、ウォールブレイカー、スケバレ、新兵隊もあって、フギアもあって、しかも両サイド来るってなったら、もうウッド何枚いるねんっていう。ねえ、デッキにウッド8枚あっても、それは相手きついんじゃねんかっていう。そういったデッキですよね。はい。ちま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 いかしていただきます。てっ。なんか怖っ。何が来るんだろうっていう、このただのドリル、大砲、鉄壁、ゴースト大砲、珍しいね。さあ、マジックアーチャーね、あれね、ポイズン打つのはね、あのまだまだですね。はい、ああいうマチャーチャーは簡単に処理できるんで。結局、お、待って、同じ系列かも。こういうのはもう許容して攻めにね、回すのがいいんですよね。行き球あるやん、全然仲間じゃねえ。あ、武器はそっち行った。よし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 、まあまあまあ、2コスのオールブレイカーで3コス使わした。これなんか生き得じゃない。後半入るとさ、大砲マジアチとかで厄介な感じしたんで、やめて取るね。で、あのマジアチャもポイズン打たずに自陣で回収がの正解っすね。やっぱね、序盤はユニットを使う、呪文じゃなくてユニットの方が相手にか、何、さらにコストを使わせられるんで。こんな感じでこのゴブリンも相手はコストを使わないといけない。今ポイズン打ってたらそこにはね、コスト使われないんで、序盤はね、できるだけ楽しない。さすがに、え、これ、急げ。よし。で、雪玉だったわ、そういえば。もう、吹き上げ。で、まあ、さすがに左？なんか、相手めっちゃ苦しそうだな。あ、え、お上手。いや、吹き矢最強。あ、吹き矢、ラッキー。これね、もしかしたら、ボープ屋貼ってもいいかもしれない。怖いよ、正直。っていう流れ。まあでも、ボールブレイカーはもう許容、仕方ない。あれは仕留めてね。もう呪文あとポイ2周とかなんだね。
さあこんな感じで橋前親衛隊蓋も強そうで、ウォールブレイカーまた強ですね。ウッドはないんでね、もう許容にするしかないんですよ。あーで気づけば親衛隊の槍が、はい、これ現代グッドゲーム。いやなんか近い、熱気に似てましたね。に、まあ、似てはねえか。さあジェイソン、まあ一旦ね序盤で決着をつける。2倍タイムは嫌だ。さあ流行りのね、まあディガーだったりホグだったりコカツだったりアイスピゴブリン入れとけば今のクララは攻略できるってやつだね。いやー強すぎ。このデッキはウッドがないんで今みたいなゴブリンバレルはだいぶ悲しい。でもウッド相手にも使ったな。あしかもボムだ。そうだ最近がボムなんだ。お待ってマイキー、うわ事故れそうだった。いや惜しいな。おプリンセス若えな反応が。いやでもアイスピがちょっとサボってる。さあ枯渇、まあ、嫌なんですけど一応ゴブリンとバレルでバレルゴブリンとギャングでバレル完封できるんですよ。ってことはよ、ウッドが2枚あるようなもん。いやプリンセスは厄介。いやでも頑張れば全然あるな。ボムやべえこれ。いやボムやばいけどこの逆サイにスケバレ飛ばしたり俺にできることは意外とあるんで、ここは捨ててね。無理しない、無理なんだ。耐えたかったな。いやこれだんだんあのエリアド取れてます。ちょっとずれてますサイクルが。めっちゃちょっとずつ。あのボムやべえんだよな。壊れろ。いやいいよ。マシュマイプリンやだ。あスケバレは左でよかったかもね。手前っすよねさすがに。いやだワンチャンはねある。うわーそのアイスカンプやばい。うわーそのマイティもやばい。めっちゃ強いやマイティ。ワンちゃんなんで
天才。うマジでずれてる。え、うわーやっぱマジかよ。来週できましたわ。はい、ということで、まあ、5月はまあもう大変っすね。うん練習すれば勝てます。さあ今のは気持ちよすぎんな。エリックか。はい、多分オールブレイカーセパですよ。おい、また枯渇やないか。頑張れ。よし。さあ、でもユーノの枯渇なんで、ちょっと型が違いますね。だいぶ。アウトロー、ダクムーユーとかかな。これ、すごい行きたくなるんですよね。ここポイズンっちゃう。うざ。わあ、それで止まんのやばいね。まあこれはもう新鋭台で受けるしかない。頑張って耐えてほしい。危ねえ。なんとか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 。いや、一瞬で強っ。これ幸せだな。よし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 。今のでアブ取り返したんじゃない。やべ、ギャングの位置が。ヘナチコスケバリ行っちゃって。うっ、アードプリンセス嫌い。まあ、ウッド使わしたんでここの吹き矢はいけるよと。これさ、ロケッティーナ船長撃たれるかな。いや、微妙だな。全然俺の思ってる感じにならん。え、そんなダメージ入っちゃう。さあ、プリンセス。いや、なんか、豊富だね。受けが。あー、ダクプリがさっきから悪さしてんだな。アウトローもだいぶ悪さするっすよ。あんま考えずに行こう。考えてもね、きつい。はい、セパゲーしてね。さあ、オールブレイク入る。これだけでいい。よしよし、あんま考えるな。で、また8枚新鋭隊かな。でもプリンセスがないるサイクルなんですよね。まあ、あんま考えるな。はい。あんま考えてもね、よくね。さあ、これ水いただいて、どっちにウッド。うん、いいウッドです。ちょっといいな、これ。いや、吹き矢を残したかった。俺は残ったけど、いや、よく耐えたんじゃない。いやー、これはねー、お、本当使うよね。ゴルベカがロケット撃ったもんね。あんたコストないんじゃない。いや、コストないね。コストないね。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 いってらっしゃい。あ、もうもうロケ撃つからやん。さあ、気持ちよくなってんね。まあ、これはね、相手がなんか6コス使ってくれたんで、ラッキー勝利でしたね。いや、でも枯渇も頑張ればなんとかなるっすね。